What's up, everyone? Welcome to our YouTube channel. The first video I'm going to be posting on my YouTube channel is Mr. Sakurai presenting Min Min as a character in this match. Sadly, I got spoiled of this by my friends and most people, so let's get into this. はい、おはようございます。空の桜井正弘です。今日は随分雰囲気が違うところでやっていますけれどね。今収録日は2020年5月の2日です、これは新型コロナウイルスの影響でですね、世界的に、外出禁止が叫ばれています。日本でも、全国的に緊急事態宣言などが出ていましてね、なかなか外に出られない状態ではあります。スマブラチームも、テレワークをしています。私も、自宅で監修とかをしているわけですね。でですね、今回例えばスマブラの新キャラクター、新ファイターを出すときに、必ず番組を作っていたわけですが、こんなことではスタジオに集まることができないなと。じゃあ今回は中止かな、それともムービーだけ出してなんとかするかなと思っていたところ、任天堂からですね、立派な撮影キットが自宅に送られてきまして、ああもう分かった、すべて理解したと。つまりここは私の自宅なんですね、自宅からお送りしています。まあ任天堂の公式放送で、自宅を晒した人ってもしかしたら初めてかもしれないですね。ゲームディレクターのお住まいという意味でもちょっと興味深いかもしれませんが、Literally every console. モニターに2つあるのはいつもゲームとテレビを見ていたりとか、お客さんが来た時に同じゲームを2つのモニターで出して同時に走らせて競ったりとか、そういうふうにして遊んでいます。まあ今回こういう事態になりましたので、ちょっと特別な放送ですが、頑張っていきます。よろしくお願いします。では最初に、アームズとは任天堂スイッチの初期の頃に出た対戦型アクションゲームで、両手が我のようになっている人たちが対応というものでした。いいね持ちが有名ですね、両方のコントローラーを手に入れて、このように判決するというような操作形態でした。でですね、Charging of the arms also? Because if I'm right, every arms character has three different arms that they can use. ミュータントなのか、サイボーグなのか、どうもいまいちよくわからなかったので聞いてみたんですけど、どうやらアームズ能力者っていうのがいるらしいですね。アームズ能力者は、その能力を発揮するときに手がバネのようになると。まあ手じゃない人もいるみたいですけどね。でも、とにかくそういう一定の確率で一定の人数いるというようなタイプの人たちらしいです。でもそのアームズファイター何が参戦するのかっていうことをまだ言ってなかったですよね。参戦ムービー作りました。ここでわかります。ではご覧ください。I can already tell how much effort they put into this. The animation is incredible. Boom. I feel like if this was true, people would be upset.But it would also give hope that if Spring Man was an actual character and it wasn't Min Min, it would give hope that, like, anything can get in this match. Like, even an assist trophy can hit it.
Sorry about that. Good, you can't switch arms. Good recovery. Over what? Okay. That looks like Violet's down B. Of course, probably Final Smash. というわけで、アームズから新ファイター、ミェンミェンの参戦です。ラーメン大好き少女、麺天飯食堂の看板娘、18歳です。なぜアームズのファイターの中からミェンミェンかというと、ぶっちゃけて言うと、アームズの矢吹さんがミェンミェンがいいと言ったからなんですけど、まあ私もミェンミェンか忍者らかなと思っていました。スプリングマンが主役じゃないというような見え方もあると思うんですけれども、どうやらそうではないです。今主役ということをおっしゃっていました。まあ、スプリングマンの画像検索をしてもなんだかの超人ばっかり出てくるんですよね。これから、ゲームの説明を行いますが、すべて開発中であることをご了承ください。アームズをスマブラに落とし込むってとっても難しいことです。そして、結果的にかなり変わった戦法を持つファイターになりました。得意不得意がはっきりとしていてですね、主に重量級なんかは得意なんですけれども、軽量級、空中戦が得意な人みたいなものは比較的苦手な部類になりますね。では説明してまいります。これがミェンミェンです。両腕がスプリング状になっているのが分かりますね。そしてそれぞれ別のアームを装備しています。アームの特徴について、まず腕を伸ばすことができます。これ強攻撃という概念になりますかね。Oh, that's cool. そしてスマッシュ攻撃、これはもうちょっと威力があるものを伸ばすことができます。そして強攻撃というのは打ちながら歩くことができたりします。そして、ジャンプなんかもできるんですね。打ってる途中に普通に操作をすることができます。で、空中でスマッシュ入力というのも実はあったりします。これスマッシュ入力、これ普通の入力、ちょっと長さと威力が違うんですね。そして、曲げることができます。上シフト、okay. 下シフトみたいな。下シフトの時地面に使ってるからコキンが使ってたりしますけれども、こうやって狙いを定めることが可能です。I wonder if, like, そして他のファイターに比べて大きな争点が一つあります。それは B ボタンが普通に必殺技ではないということですね。まず A ボタンを押します。これアームを打ちます。左アームですね。そして B ボタンを押すと、これ右アームになっています。つまり A ボタンと B ボタンが対照的な、右腕と左腕を操作するというようなものになっています。 That's gonna be annoying. 必殺技がないわけではないですけれども、あとで説明します。 It's gonna be annoying to get close and with like character like これを利用すると sword characters in general 左右に打ち分けることができたりとか、 Our range is gonna be insane. 強攻撃とスマッシュ攻撃のコンビネーションをしたりとか、上狙った後下狙うみたいなこともできると思います。そしてAB 同時押しにスマッシュ入力を設定している人というのは多いかと思うんですけれども、それを立て続けに押すと AB、AB と両方のスマッシュ入力を立て続けに出すということになります。これは必ず A ボタンの入力、つまり左腕から先に出ることになります。思えば2人操作がソファーの上だとできないので、サイドテーブルを用意してきました。直接攻撃とはいえども有利なところはもちろんありまして、例えばカウンターなんかは全然食らわなかったりしますね。全然平気です。
ただ弱点めいたものもありまして、接近戦にはやっぱり弱いです。例えば結構簡単に避けられるんですね。空中にちょっと飛んでるだけで当たらなくなってしまう。もちろんこの後の隙はすごく大きいですから、簡単に反撃を受けてしまうというようなことになると。だからこそ上シフトとかを使って対空をしていかなきゃいけないんですけれども、そうそう自由に曲がるものでもないです。つまり面々を使うような場合には、敵が上から飛んでくるみたいなシチュエーションは比較的苦手ということになります。空中で攻撃をすることももちろん可能なんですが、そうそう当たるものでもないというか、I haven't seen an aerial like for neutral error, I haven't seen forward error, I haven't seen anything like that, but just by that, I think she can be decent in the air. I mean, of course, she has range, so...通常必殺技や横必殺技はアームの操作に使うわけですが、上必殺技と下必殺技はあります。といってもちょっと特殊なんですが、下必殺技はアームチェンジになります。この右腕のアームだけを切り替えることができるんですね。これどんな時にも必殺技の状態だとパッ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 と切り替えることが可能です。 I think those are the names for it.まずこのリング状になっているのがホットリング。牽制に向いているアームだと思ってください。比較的素早く動くのと攻撃をすると、ここでリングをパチンと切り離すんですね。この切り離したものも最初の方には大反対があります。なので、比較的広い範囲を迎撃するためのもの、ただし威力は低いです。上に下に動かす範囲も結構広めですね。復帰阻止にも悪いというのです。No way. Oh my gosh. Yeah, covered jump on ledge. 次にメガボルト。これは威力が抜群のアームだと思えば良いと思います。はっきり言って、スピードは遅いです。全体的にリーチも短いですね。なので見切られやすいです。曲がることも本当に不自由。だけどもこれが一発当たれば結構痛いです。しっかり貯めたメガボルトならこのくらいからでも撃墜できるかもしれないですね。Oh my gosh. という多人数戦に向いていると思います。多人数戦でとにかくどさくさに紛れて撃墜数を稼ぐとか、そういうものには向いてますね。逆にワンオンワンとかでは pretty much violet down B. 次にドラゴン、もうすでに左腕にくっついているものですが、両腕をドラゴンにすることができます。牽制向きのホットリングや撃墜向きのメガボルトに対して割と素直というかスタンダードな性能ということになります。右と左で撃てるわけですが、この時にボタンを押し続けるとレーザーを出すことができるんですね。ドラゴンレーザーでしょうか。これを利用して例えば別々のところにビームを放ったりとか、そういうふうにしてより長い距離を牽制することが可能です。またこれももちろん左右に打ち分けることはできますから、That just looks cool. I'm not sure I'm gonna use that, but... その際ちょっと角度を変えたりとか、横に対しては広範囲の攻撃範囲を持てることができるというものですね。そしてもう一つ特徴があります。想像に固くないと思うんですけれども、つかみは両腕を伸ばしてつかみかかります。これ原作と同じですね。そして相手を掴んで投げると、yep. 左腕はドラゴン化しているのが分かるでしょうか。アームとしても大きくなっています。比較すると炎とか出てたりします、ね。But you can't change the left arm, 強化された左腕は普通のドラゴンよりも威力が高いです。ドラゴンレーザーも普通のものよりも強化されます。これが強化版。ちょっと渦巻いてたりしますよね。威力も強いです。なお3つのアームは空中通常攻撃も変化します。例えばこれがドラゴンのもの、平均的。そしてこれがホットリングのもの、素早いですね。Actually, it won't do damage, of course, but 遅いけれども威力はあるといった感じです。これもまた A ボタン、B ボタンで打ち分けることは可能ですが、同時に出すことはできないです。
So you can have megawatt and then like dragon, and you can just use dragon because dragon's faster than megawatt. I thought this would be a good. Well, maybe. I don't know.これカンフーといういわゆる弱攻撃に相当するものですが、長押しと短押しで使い分けることが可能です。上強攻撃はこういうホイールキックみたいなものになります。そして上スマッシュ攻撃はサマーソルトキックなんですが、サマーソルトキックにはちょっとした特徴がありまして、相手の球を弾き返すことができるんですね。原作でも相手のパンチなんかをサマーソルトキックで返すみたいなシチュエーションがありましたが、それを再現しています。そしてダッシュ攻撃はこういうふうに飛び蹴りをすることができます。下強攻撃、これスライディングになります。スライディングで引っ掛けておいて上強攻撃につなぐとかいうことも可能です。他のキック技としては、下スマッシュ攻撃、左右同時攻撃ですね。あと空中攻撃の上、そして空中攻撃の下は急降下キックになります。 So, Sonic. これで落下のタイミングを少しずらしたりすることができたりとか、吸収したりすることができるわけですね。そして残った必殺技上はアームジャンプというものになります。これ、短く押した時と長く押した時でジャンプ力が違いまして、長く押すとかなり高く飛ぶことが少し曲がって飛ぶことも可能です。オフステージ、どちらかというと中央線を得意とする面々にとっては逃げに使うようなものに比較的近いかもしれないです。ジャンプして空中下で吸収をするであるとか、大きく位置をずらすわけですね。また上昇時は少し無敵が生じるので、ある程度当たってもまあ大丈夫です。少し遅れていてもWhere you just, when you go up, you also have a hitbox. But you can. Like, probably like a dragon shooting up, like a little laser. Okay, so pretty much Gyokai. 見ての通り、こう腕を伸ばしていますけどね、これを攻撃に使えることはさほどないと思います。どちらかというと、攻撃に使う技ですね。こんな感じで。Wow. Okay. いわゆるワイヤーフックみたいなことができるというものです。ドラゴンで食ってるような感じになっていますけど、そして最後の切り札はアームズラッシュです。これはアシストフィギュアのスプリングマンなんかも使っていましたが、原作にあるパンチをいっぱい出す技ですね。これですが、そこは最後の切り札なのでもっとスペシャルに演出をしています。アームズファイターが勢ぞろいして普通のパンチを繰り出すというものですね。最後はドラでフィニッシュ。スプリングスタジアム。ステージはスプリングスタジアムです。柱にある電光掲示板にはさまざまなアームズファイターが映し出されます。ここの特徴は何といっても左右にせり出しているジャンプ台です。ジャンプ台に乗ってジャンプボタンを押しますと、こういうふうに高くジャンプすることができるんですね。ジャンプ中には相手に対する攻撃力が発生します。そしてスプリングスタジアム情報にあるこの谷の一つの特徴になっています。ここに吹っ飛んだ相手がぶつかることがあるんですね。こうやって、そしてこんなふうにコンボを決めたりして、いろんなアクシデントを生みますが、例えばぶつかった瞬間にとりあえず受け身を取ってみるとかで助かることもありますので、頑張ってみてもらえればと思います。 That's cool. You can interact with the stage. そしてアイテムオンにしているとアイテムヘリがアイテムを運んでくることがあります。アイテムは出てきただけではダメで、ちゃんと落とさないと自分のものにならないので気をつけましょう。 Oh, that's also a spring. No, that's a...それでは、一通り説明をしましたので、これから実践に移りたいと思います。 Hopefully he shows it. I don't know, maybe he'll... Oh, an action, sweet. はい、今回は参戦ムービーに出ていた2人のチームと、戦ってみます。2対1です。正直言って相性は良くないですよね、特に飛行タイプというのは。
地上戦を得意とするメンメンにはちょっと苦手な相手だけども得意前でいきたいと思います。密です。ソーシャルディスタンスというやつですね。そろそろメガボルトでいきたい。うまく当てればいけるかな。いいよ。 Oh, there's a spring off stage as well、ね、この人も So this is really fun play on メガボルトはやめとこう。もう十分に吹っ飛ばせるはずだ。ダブルドラゴンでいきますよ。さすが CP レベル8。ドラゴンじゃちょっとダメですね。ホットリングにするべきでしたね、今のはね。切り札を2回使えるっていうのがポイントです。2人でいるっちゅうのは。お、やった。コピー能力。あー、やった。バッカー。バッカー looks actually 使ってもらえばよかったですね、なんか。さあ、来い。来るんだ。来たいだろ。あー、でも、やだ位置で当たっちゃいますね。これはやられたから。ファルコンズメガボット、ああ届かない。いや届いてはいるんだけど、確実に当たる位置で期待でしょ。よし今だ。これはもらったですよね。まあ残り一人になったとはいえ、It must be so cool to think about you're playing a game that you like created.うかつに腕を伸ばしてると、いやそんなことないよ。大丈夫。やっぱり接近戦を仕掛けようとしてるからですね。前を離しておきましょう。Yep. Please. Yeah. You have to play a little bit far.人には割とあのわざと当てないっていう方法が使えるんですけどね。Oh, it is. Okay, that's so cool. Another way to interact with the stage. というわけで無事に勝てました。やっぱり、噛み合わせが大事だと思います。ダメな時にはとことんダメなこともあるんですけれども、うまくいけば前を保ったまま相手を制することができるという。I just noticed a poster in the background. ちょっと変わったキャラクターになっていますね。楽しんでいただければと思います。与えたダメージの落差がすごいな。以上です。次はサウンドについて。今回実装したサウンドは以下のようになっています。全18曲、うち2曲が原作作曲の朝日さんによるアレンジです。アームズはもともと対戦格闘ゲームみたいなところがありましたから、あんまりアレンジの必要性はありませんでした。たった600いくらのダウンロードコンテンツにもかかわらず、ほぼ全てのスタジアムの音楽を内包しているというこの豪華さ、お楽しみいただければと思います。メンメンスプリングスタジアムと楽曲のセットは6月30日に配信予定です。ファイターパスボリューム2があればそのまんま受け取り可能、単体でも購入はできます。ファイターパス2まだ1人しか発表してないんですね。残りまだ5人もいるのかと思っていますが、鋭意制作中です。しばらくお待ちください。次にミーファイターのコスチュームについて追加のお知らせです。こちらをご覧ください。I don't really use these, but don't mind new costumes. Okay, makes sense. Don't know what that game is.Most people know what that game is.
that's cool. Oh, it's cool. You, it's like this little gun. It's also in Klingon. Cuphead? I don't play it, I'm just guessing. I don't know what this game is. Fall toy. Oh yeah, there's a Riven Girl costume too, like complete. Man, I am forgetting everything. $0.75, it's a lower... ボルトボーイに参戦することになりました。マスコットとして着ぐるみっぽく参戦していますね。そして小ネタなんですが、ミーファイターのコスチュームを購入しますと、少しだけスピリットのお題が変わっているものがあります。例をご紹介します。これはカップヘッドの画面なんですが、通常はロックマンが相手として戦います。しかし、ミーコスチュームを購入しているとお題がカップヘッドのものになるんですね。こういったお題はこれからのアップデートで少しずつ増やしていくかもしれない予定ですので、もしもお題が変わっていたら、あ、そういうものなんだなと思ってもらえればと思います。そして、この度スピリッツに新たな機能を加えようと考えています。それは再戦機能です。スピリッツの手持ち名鑑、スピリッツ名鑑に今まで戦ったり集めたことのあるスピリットが並んでると思いますが、なんか変なマークついていますよね。ハイスコアとかついていますけれど、普通に名鑑を見るとこのようになっています。ですが X ボタンを押したりするとですね、こう再戦ができてしまう。ここでスピリットのセットを、まあ、適当に組んでですね、戦うを選ぶと、名鑑にあるものは、そして戦うお題があるものは、いつでもそのお題で再戦をすることができるようになります。ゲッソー、上に行くやつですね。上に行くっていうことはもしかしたら、使えなかった上必殺技使えるかもしれないですね。そしてフィニッシュすると、okay, so you can also use your tether as like a attack. 結果が出て、pretty much like ice climbers. 装備していたスピリッツとその強さに応じた、and kind of like Joker, just that Joker grabs and not pulls them instead of hitting. するとクリアしたようなマークになってハイスコアと出ましたけど、右上のところにハイスコアトータルというのがあります。これは非常に様々なお題をクリアしていくと累積されていくんですね。なので一通りすべてクリアしてしまうと、そのハイスコアというのはとりあえず大きく出ると思います。ただ like if you failed correct spirits, rematch it, get it. 相当すごいボリュームがあります。ただ一回クリアするだけでも大変だとは思うんですよね。しかしまあいろいろな遊びが楽しめますから、再戦機能ぜひ活用していただければと思います。スピリッツのお題の中にはなかなか手強いものもあります。逃げ惑うポリンとかに苦労した人も多いんじゃないですかね。Is it Dr. Wally? 私がそうですけれども、 Where it's four Mega Man? 今回スピリッツ班から、難しいお題などの解決方法について、いくつか例を取ってもらいましたので、それをご覧ください。 I won't be shocked if they show that one. Is it the one where you have to chase afterI'm pretty sure. I'm guessing. You have a time limit to chase after Peach. Or that's not the one I'm thinking of, a different one. Don't know this one, don't remember it at least. That was quick.
don't remember that. I hate this stage. I don't remember the level, but I hate the stage. Oh, is Donkey Kong too big? Oh, that's so cool. What a good idea. Dang, that's insane range. Is it increased range? Probably. とにかくすごいボリュームになると思います。また、忘れられてるかもしれないですけれども、スピリッツのお題というのは多人数同時に遊ぶことができますので、そちらも活用いただければと思います。スマブラシリーズのアミーボについてなんですが、これアミーボ、maybe基本的なキャラクターは全部出し尽くしまして、スマブラ4の時と合わせると全種類がアミーボとして展開されています。まあ、スマブラ4用のデザインだったりしますから、ゼルダとかガノンドロフとか新しいデザインにならなくて残念だなとは思いますけどね。はあ、残念だ。でも全部出し尽くした、出し尽くした。ところでこれをご覧ください。アミーボのジョーカー販売決定です。 that looks amazing. なかなかのクオリティを持ってると思います。透明パーツとかで支えになってたりするんですね。ディテールも良いと思います。わざわざ、こういうモックというんですかね、試作版を You probably have a collection. Look at every deal, every not DLC, Amiibo. あ、なかなか嬉しいですね。ここでジョーカーを作るということは、その他のダウンロードコンテンツ等々について作っていくのか、次は勇者なのか、順番的にはというような、ふうに思われていると思いますね。ところでこれをご覧ください。アミーボの勇者も制作中です。ダウンロードコンテンツで登場したファイターのアミーボも、これから作られていくことになると思いますが、どこからどこまで作られるのかというのは、まだ未定になっています。気長にお待ちいただければと思います。最後に余談です。キャプテンファルコンがラーメンをすすっているという参戦ムービーを作ったわけですけれども、そのラーメンをすするキャプテンファルコンの声だけのために、声優の堀川亮さんをお呼びしました。堀川さんは、ドラゴンボールのベジータなどで有名な方ですね。昔64版を収録した時から非常に様々な音声収録を行ったわけですが、実は64版から新録をしていないというのはキャプテンファルコンただ一人だけでした。ヨッシーみたいにアセットを使っているものを除いてですけれども、まあ楽しく、収録させていただきました。時々キャプテンファルコンファルコンパンチやってみたいなことも言われるみたいですね。キャプテンファルコンは、初代64版からの声をそのまま使っているということは、なんで切り札ボイスがあるんだ、あのカモンブルーファルコンってやつですね。それ64版にないですけれど、実は64版の時から、そういう最後の切り札に準じたような仕様というのは考えてはいたんですね。やめちゃいましたけれども、スマブラ X で3作目でやっと、そういう仕様が入ったというような経歴があります。今回は、私の自宅からお送りすることになりました。外出禁止以前に、コロナウイルスの影響というのが、大変厳しい状態になっています。これが、公開されるときには少しは状況が改善されることを望みますけれども、やっぱりまだまだ厳しい状況ではないのかなと想像しています。当然ゲームもいろいろ作品が、販売が難しくなったり遅れたり、あるいはこっそりと中止になったりしているものもあるかもしれません。ですが、少なくとも私たちは、スマブラチームはできることを頑張っていきたいと思います。少なくともあと5つの、ダウンロードコンテンツを作るということはお約束しますし、中でも参戦ムービーもちゃんと1つずつ作っていくことにしたいと思います。できる限りのことをやりたいと考えています。なので、もしも外出禁止が出ていたとしたならば、まあ、家でおとなしくゲームなどをするなり、頑張っていきたいと思いますね。皆さん協力していきましょう。それではおそ松様でした。ご清聴ありがとうございました。それでは。
All right, so that was a great show of Min-Min. Tomorrow I'm going to be reacting to the Pokemon thing that's coming out. I have more information. And see you guys tomorrow.